こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。1月商品が売れないです。売れない理由を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、私のコンサル生から1月に商品が売れなくて悩んでいます。という回答がありましたので、ぜひ回答させていただきます。商品が売れないというのは、 売れない商品を売っているからと思います。売れる商品の特徴や値段、形、色などを、まあいろいろあると思うんですが、その人気商品ですね、を理解して、売っていれば100%売れます。で、それが理解してないと売れないです。それが原因です。で、 えーっと私はですね、えー、っとですね、木金で,すでしたんですけど、まあ、かなり正直ね、あのー、売れてます。売れます。で、売れる値段ですね、売れる値段と売れない値段の境目ってあると思うんですけど、これをね、ぜひ理解していただかないと売れないです。それはライバルセラーよりも高く売るのか、安く売るのか、その境目も一緒だと思うんですよね。だからぜひね、 この点も理解して売っていただかないと売れていかないですよね。はい。ですので、ぜひね、あの、売れないじゃなくて、どのようにして売れるようになるかっていう理解してね、売っていただければね、いいかと思います。ぜひ注意してね、販売してみてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、10万円稼げるマル秘マニュアル、30分無料コンサル、プレゼントします。なぜ10万円稼げるか詳細に記載しています。 ぜひ楽しみにしてください。登録したいにニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。